プロ野球 OB クラブ公式 YouTube チャンネル、今回もよろしくお願いいたします。今回も新高円寺にありますセノンスポーツゼロより飯田哲也さんを迎えしてお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。お願いします。さて、93年のスーパーバックホームも前回振り返りをいたしました。皆さん動画チェックしてくださいましたか？はい、あの辺境も絶対見てもらわないとダメですね。そうですね、はい、まあ、あれ見てくれれば飯田はどんな選手かって分かってくれると思うんで、はい、ぜひよろしくお願いしますね、はい、皆さん、まあ、そういったこともあった、日本シリーズも、チームでは5回、はい、日本シリーズが3回、そして、優勝も5回という、まあ、92、93、95、97、日本シリーズが5回出て4回日本一です。あ、そうですね。92年だけ負けです。あ、そうですね。はい。リーグ優勝5回。そうです。5回。5回の日本一4回。日本一が4回。はい。はい、という、ヤクルトの黄金期でプレーをされていた、はい、飯田選手でございます。ちなみにですが、はい、胴上げを、はい、こう背を向けて、はい、スタンド側に向かって飛ばれたのは飯田さんが初めてっていうねっていう僕の中では、はい、92年のもう胴上げ参加できないので外野手なので、ああはい、もう始まっちゃうわけですね。もうなので、はいはい、いかにこういいショットを取るかって言ったらもう背中向けて万歳するしかないんですよ。こう胴上げの写真でやっぱみんなこう監督を持ち上げるようとするんじゃないですか、はいはい、普通、ええ、そうです。でそれじゃ背中じゃダメだと、で僕逆向いて万歳ってやってたらバッチリでした。やりましたね。やりました。そっからもうみんなやりだしちゃって。そうですよね、はい、今も皆さんカメラの位置を確認されて、ね、外側の選手は、はい、なさってますもんね。あ、自称ですけどね。あ、そうですか、はい、でももしかしたらその92年が初めてだったか、そこからスタートしてたかもしれないというところですよね、はい、うん、そのヤクルトの黄金期を過ごされて、はい、ヤクルトというのはどういったこうチームからどんな雰囲気でしたか？そうですね、こうみんなこう若くて、はい、明るい、楽しい、それを占めてるのが野村克也みたいな。だからなんていうんですかね、切り替えがうまかったですね、みんな。あ、遊ぶ時は遊ぶ、はい、やる時やるぞっていう切り替えがすごかったです。集中力もすごかったし、はい、またメンバーもね、役者揃いといいますか、そうですね、しっかりこう塁に出る僕らタイプの選手もいれば、はい、きっちりバントしたりエンドランしたり土橋みたいなタイプもいれば、広沢さん、池山さん、ホームランもありの外国人でいうとハウエルだったり、はい、ペタジーニだったり、はい、一発が打てる、そういうなんかこうバランスがめちゃくちゃ良かったですね、はい、でピッチャーもこう野村さんのこうやりくりっていうんですかね、がうまくはまったというかね、まあ、楽しい90年代でしたよ、はい、そうですか、はい、確かにその野村監督というイメージからは、はい、楽しい明るいというのが、まあ、ちょっとこう似つかないかなとは思うんですが、そこは選手の切り替えだった。さあ本当に、ね、こうもう楽しかったですもん、はい、で怒られながらも、はい、それをバネにして、成長、みんながみんな成長していったとい う、 だから野村監督ついていった結果ですよ、はい、かっこ強くなったという感じですね、でも素晴らしくこういいベクトルだとかこういい風がチームに吹いている感じですね。だからこう、まあ、昔でいうイチローとか松井秀喜とか、はい、そういう超スーパースターっていうのはヤクルトはいないんですよ。みんながこうみんな
の力を出し切ったというね、だからあいつなら何とかしてくれるっていうんじゃなく、チームで相手を倒そうというチームでしたね。はい、それはでももしかしたらその他球団からすると非常に羨ましい関係性だったんですね。これがでも最強じゃないですか。そうですよね、はい、ースーパースターが打てなくなったら負けてってしまうよりは、みんながみんな相手に向かっていくと、やっぱ相手は恐怖じゃないですかね。そうですよね。だから昔よくね言われてたのが、なんかいつの間にか点入ってるよみたいな感じで、なんでか点入ってんだよねみたいな風に言われてたんで、だから派手なホームランもありましたけど、例えばランナーヒットで出て走ってバントして内野ゴロで1点とか、そういうのも1点なんで、そういう野球がうまかったですね、ヤクルトは。はい、そのチームをまとめていらしたのが、野村克也監督、はい、飯田さんは、はい、ヤクルトで9年、そうです、そして楽天で1年ご一緒されているということですね、はい、90年からまあヤクルト指揮を取られた、はい、ということですが、うん、率直にどんな存在なんでしょうか。僕はやっぱり野村克也がヤクルトに来て人生が変わったので、まあ、恩人であり師匠であり、もう神様でありっていう存在ですね。はい、まあ、直接褒められたことはない、ない、怒られることは多々、来られることしかなかったですね。その会話をするということもなかなかできないような。会話はよく呼ばれて、はい、まあ、失敗した時に呼ばれるんですけど、はい、根拠は何だ。根拠、はい、根拠は、まあ、これこれこういう理由でこうしましたという会話しかないです。あ、なるほど。でなんとなく、じゃあ例えばフォークボールを三振しましたと、はい、根拠言ってみろと。いや、さっきストレートでやられてるのでストレートを振ったつもりがフォークでしたっていう、なんか根拠を監督は求めるので、いや、なんとなくやって三振しちゃいました、うん、じゃあもう納得してくれないんですよ、はい、なので根拠を示さなきゃいけないので、いや本当根拠、あ、根拠根拠根拠って何で か、いや、それで野球を考えるようになる。あ、で自分も同じ失敗しなくなるっていうことだと思いますけどね。本当普段の会話はもうまずないです。なるほど。おはようございますって言ったっきりです。ああ、そうですか。それぐらいです。はい、じゃあ次はもう直接呼ばれるかで根拠を聞かれる時かっていうことなんですね。だからね、まあ、楽天でも野村さんが監督に来たんですけど、はいはい、山崎武史が野村監督に気安く喋ってんですよ、監督その時いいっすねとか、そんなことできねえよみたいな、武史すげえと思いましたよ。それ山崎選手だからですか。まあ、山崎のキャラなんでしょうかね。まあ、僕は昔のイメージがあるので、そんな、会話なんか絶対できないんですよ。でも武史は普通に喋ってましたんで、まあ、その時、楽天に来た時の相当もうおじいちゃんになったんで、まあ、ミーティングしてても同じことの繰り返しばっかりで、うわ、おじいちゃんになったなと思いながら僕は見てたんですけど、だからミーティングもヤクルト時代やってたミーティングをしてたので、はいはい、もうこれはもう頭入ってますよっていう感じで僕は聞いてましたけど、いや、でもね、楽天来た時はもうおじいちゃんでしたね。そうです、2006、2006年です。そうですね、はい、
に楽天でご一緒だったということですよね、はい、あいわゆる、野村監督のミーティングですが、はい、そうタイミングはいつもどこで行われるんですか。練習終わります、はい、夕食取ります、はい、ミーティングです。だいたい7時ぐらいからミーティング始まって、はい、まあ、1時間やるんですよ。8時まで、はい、そこから夜間練習、夜練習なんですよ。でも、もう調子いいと、はい、もう話が終わんないんですよ。あ9時ぐらいまでやっちゃうんですよ。本当今日夜やんなくていいからミーティング続けるとか言ってね。あなるほど。その2時間はでもずっとノート書いてましたね、いわゆるそれが野村ノート、はい、野村ノート言われる、はい、もう直接その、あのホワイトボードであるとかに書き込まれていって、書いてこれはこういうことだ、はい、こういうことだって説明してる、はい、していくんですけど、それをノートに書き写してこの説明を聞いて、はい、で次のお題にまた書いて覚えるっていう感じです。何かこう一つ一つお題がについてお話しされていくような感じなんですか。まあ、そうですね、あのお題というかピッチャー心理、バッター心理、はい、キャッチャー心理とかいろんな項目があって、はい、その話です。はい、アイディア野球ということも、はいはいはい、表されますが、うん、その ID というのはいわゆるどういうことを指すんですか。データ、インポータントデータって言うんですけど、はいはい、データを生かす、うん、頭を使うってことです、結局は。僕はストレートが得意だっていう人もいれば、はいはい、変化球が得意だっていう人もいる、はい、で相手は得意じゃない球をやっぱ投げてきますよね、ええ、それを打てるようになれば、うん、強いじゃないですか、はい、そうですね。そうやって来ない球待ってても、うん、打たないだけだよと、それだったら来る球待って打ちなさいっていう単純な話ですよ。自分を知って相手も知りなさいと、相手は自分のことをしっかり研究してくる、はいはい、ということは相手は相手のことも研究してしなさいと、という自分を知るってことがやっぱ大事だっていうことは言ってましたね。まあ、そのミーティングで直接こうデータの披露ということではなく、うん、データの披露というかね、なんていうんですかね、まあ、それはもうミーティングの材料じゃなくて、ピッチャー対バッターのミーティングになっちゃうんですよね、それそういうことじゃなくて、野村監督のミーティングっていうのはピッチャーはこういう状態の時はこういうことを考えてるよと、とか逆にバッターはピッチャーをこう考えてますよっていう、はい、ってい こうピッチャーの立場からとバッターの立場からっていうのを両方分かっていれば答えが導きやすいですよっていうようなミーティングです、はいはい、なるほど、はい、だから納得するじゃないですか、そしたらじゃあ試合でちょっとこれやってみようって話になるじゃないですか、はい、これでいいんだみたいなのがやっぱりそれがミーティングだと思うんで、ピッチャーが何投げますよじゃなくて、ピッチャー心理、キャッチャー心理、バッター心理を考えたら答えは1個か2個に絞られる、だからまあ 20% より 50% の確率高いじゃないですか、じゃあそっちを選びなさいっていうことです。でも本当に、何来るかなで待ってるんじゃなくて、はい、ピッチャーはこうでしょ、キャッチャーはこう考えてるでしょ、僕はこう考えてるからこれだよねって信念ができるというか、あ、うん、それを ID 野球というかね、頭を使いなさいっていうことです。考えさせるわけですね、考えるように、そう考えれば答えが確率が上がっていくってことです、単純なこと、確率高い方を選びなさいってことです、まあ、そうですね、はい、
確率、確かに、まあ、確率だとか数字のスポーツでもあるわけですもんね、はい、うん、そのでもミーティング1時間、はい、まあ、最低1時間ですか。いやでも僕は本当ためになるし面白かったので、はい、1時間にはもうあっという間に終わってしまったという印象ですけど、それがもう毎日なんでね、はい、まあ、一茂さんは全然撮ってなかったですけどね、はい、ノートですか、はい、そうですか。でも今じゃ一流ですからね。そうですね、うん、うん、この間ってハワイ行きたいって言ってましたから。あ、そうですか。あ、今あれ拠点向こうにもお家があるんでしたっけ。まあ、あるんじゃないですか。でも行けねえよって言ってました。皆さんが皆さんしっかりノートを取ってるかというと、はい、まあ、でもいや大多数は一茂さん以外みんな取ってました。あ、そうですか、はい、すごいですね、ある意味すごい。でも勉強になるしためになるし、うん、あ、そう、納得させられるんで、書くしかないですよ。そうですね、はい、なんかこう人としてみたいな話もあるわけですか。そうですね、野球の話の前に、はい、人間とはとかね、は、野球とは何だとかね、ーチーム組織とは何だとか、人生とはとかね、人生、そんなことから始まりましたよ、野村克也ミーティングは。社会人としてこうあるべきだ、絶対どっかで誰かが見ているから、はい、軽率な行動は取るなとかね。なるほど。そう、野球選手は長くて10年15年だと、そっからの人生のが長いと、のためには人間形成をしなさいということを一番最初のミーティングで言ってました。その野村監督は飯田さんにとっては人生を変えてくれた存在だというお話もありましたが、はい、まさにそういった部分の教えもあったということですね。いや、本当もターニングポイントって言ったらもうそれですよ、野村監督がヤクルト来た、はい、もうそれはもう間違いないです。うん、はい、うん、もうだからね、もうね、もう亡くなっちゃいましたけど、はい、本当にね、なんで僕コンバートしたんですかとか聞きたかったですね、うん、そこが心残りというか、普通素人、僕やったことないやつ守らせませんよと。そうですね、ちょっと聞いとけばよかったですね。まあ、でも聞かないのも聞かないでいいかもしれないですね。それがまた野村監督と飯田さんとの関係性かもしれないですね。そうですね、はい、それは本当に、まあ、いい思い出でもあり、はい、まあ、後悔していることでもありね、まあ、でも本当に確かに野村克也は僕の人生を変えた人なんで、そのノートはもちろん手元に終わりかと思いますが、ありますよ、もうそこにびっしりともさまざまな教えが、うん、そうですね、僕の野球理論はもうそのノートが、あー、まあ、たまに忘れちゃったり、はい、思い出す時にまた見返しますけど、はい、改めて、取っといてよかったなっていうの、書いてよかったなと思います。そうですよね、はい、強烈に残ってる言葉ってありますか、特に。強烈ですか、自分の己を知りなさいって、思いましたね。もう自分を分かってないと、相手が俺のことをどう思ってるかっていうのを分からないと対策できないので、で例えば飯田は足が速いというとゴロを打てばいいなと僕も思うじゃないですか。だから飯田はあそこを投げてれば打たれないっていうことは、あそこを狙えばいいんだなと思うじゃないですか。だからとにかく自分のを知りなさいっていうことはよく言われました。はい、己を知ってでも相手がどうとかじゃなく、はい、
自分がどうかと。あ、そうですね。それあれ何でも当てはまるんですよ。確かに、はい、はい、あのスポーツ選手だけじゃなくね、そうですね、あのアナウンスのそうだし、普通の社会に出てもこう、まあ、バイトでもそうだし、相手がどうしてほしいっていうことを考えて行動するじゃないですか、はい、なので自分がどうなりたいじゃなくて相手がどうしてほしいかっていう考えですね、はい、あ、そうですよね、はい、講演会でした今の。講演会でしたね。講演会ネタです。お支払いしないといけないですいやでもまあそういった部分で、はい、あの野球界の指導、コーチとしてもそうですし、はい、うん、またあのそういった広く、はい、野球以外の方にも伝えられるそういったものを、うん、まあ、野村さんからも授けてもらえたという、うん、そうですね、ですね、はい、うん、もう本当に、神様です。そうですねちょっとあのひっくるめてなんですが、はい、あの急で恐縮なんですが、はい、飯田さんの座右の銘は。座右の銘ですか。その全然ないですね。あ、そうですか、うん、僕はないですね、はい、ありがとうございますすいませんとんでもないです。そんなほんのかっこいいことできないんで。いや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 、よくあのヤクルトジョーっていたんですよ、はいはい、座右の銘はって言って、はい、1.5 ですって言ったからね左右の目と間違えてるんですよ。左右の聞き間違いなんですけど、 1.5 です。ジョー元気かな、ね、まあでもね、明るく楽しいチームだった、ね、いやジョーは面白いですよそうですか。左右の目、左右の目 1.5 ですって言ってる。もう面白いでしょ、ね、そういうチームなんですよ、ね、雰囲気が伝わってまいりました、はいはい、面白いです。ありがとうございます、はい、ということでまた次回も貴重なお話を伺います、はい、お願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました、はい、では引き続きチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日は、新興園地にあるセノンスポーツゼロに来ました。OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。